文化遺産、観光、テコ芸ゲーのいくつかのオフィスが置かれているバーグメッディーの門、ガージャール長期に建てられた。文化遺産、観光、テコ芸ゲーは、イラン政府の賞の一つで、イランの多数の博物館複合施設を監督する行政機関であり、教育及び研究機関である。1985年に、イランの議会によって11の研究及び文化組織を、 統合し設立され、政府によって管理され、資金を供給されていた。2019年、それまでのイラン文化遺産、手工芸、観光庁に代わりしようとなった。現在の大臣は、アリアスガルモネさんで、ハッサンド・オハーニー大統領によって2019年8月21日に任命されている。多くの雑誌や書籍の出版と監督を行っており、 外国の博物館や学会と連携してプロジェクトを実施しており、その活動はスミソニアン博物館と似ている。文化遺産、観光、手工芸商はイランのすべての州に支部を持ち、各支部は地元のプロジェクト、サイト、博物館を管理及び運営している。タブナック、アーネハット https、プラス、グーグルドットコム。 一概1三百四十計三千七百五十六兆千二百九十二億九千百五十万三千五百八十三。エクトコンバーティッドイントゥーミニストリー、モーネさんアポインテッドケアテーカー。ファイナンシャルトリビューン、2020年7月30日、閲覧。ありがとうございます。